さんこんにちは。ここはね、どこでしょうか。大阪に来てます。今年の7月にニューオープンしたゼンティス大阪に向かっています。前回こちらに来た時はオープン時のレセプションパーティーで、その時のね、動画はまた概要欄に貼っておきますのでご覧いただければと思います。はい、皆さんこんにちは。今回はね、以前もね、出来立ての内覧来たんですけども、ゼンティス大阪さんに今度は宿泊できました。早速ね、行ってみたいと思います。こんなところです。行きます、行ってみましょう。コーヒーとか紅茶が飲み放題みたいなので、荷物置いたら早速ね、行ってみたいと思います。やばい、よいしょ。あー、着きました。こんな感じです。あ、内覧会でね、見た感じとね、同じですね。まあね、風景はビールしか見えないんですけどね。では、いい感じです。ね。さて。入れるの忘れてましたね。電気つきました。ただいまの時刻4時です。よいしょ。そこにね、コートかけたりとかできますね。トイレも来た。収納がいっぱいある。あのね、いや、買いの道に行ってみようかなって思ってます。じゃあ、ここのね、1階のラウンジは至る所にね、コンセントがあって、こちらでね、パソコンとかでお仕事したりしてる人もいました。すごくいい匂いするものがあるけど、どれだ、ロジガが最近気になってるんですよね。あ、これもすごいいい匂い。ちょっとつけよう。でね、ここ確かね、前言ってはったんですけど、このね、ここ靴磨きをね、してくれるそうですよ。で、ここ洗濯機。ご飯の場所に向かってます。ゼンティスからね、歩いて5分ぐらいですね。このバルチベルは
どこあるんだろう。え ?1 階だよ。はい、着きました。フレンチのプルイデテさんです。こちらね、今年の3月にオープンしたばかりのお店でしてね、国内初のエルメスが内装をデザインさせていて、で、カートラリーもね、ほぼエルメスというこだわりのあるお店です。カッペリーニ、エルメスのものに1個入っております。上にはラストロバッグといいまして、真空調理、これに電圧をかけて味を浸透させる機械があるんですが、それで天然のマダニ、これにトマトの旨味を閉じ込めます。そのままで召し上がってください。エルメスのね、箱の中にね、モナカが入ってるのってすごくテンションが上がりますよね。かわいすぎました。自然に調理したフォアグラ、ここにボルダッシュを収録しました。中にはポッポーというね、果物の果実、ランチもディナーもワンコース制で、ランチが3600円で、ディナーが4600円っていうね、この素材と料理と、あとはね、高級感あふれる店内で、このね、お値段って超ハイコスパなので、ぜひね、皆さん行ってみてください。ヒレにしてご用意しています。中心にはヤギのミルクで作ったチーズシェーブル、そしてすだちのジャムとキャビアをあえたクリーム、その上からはこちらにも薄くスライスしたすだちと、炙った黒大根、こちらも薄くスライスして重ねてご用意しております。お花の方は食用鉢ペンタスをご用意させていただきました。どうぞ、クリームとソースをたっぷり絡めてナイフとスプーンでお召し上がりください。イタリアン米、これが国産のカルナロニバイトという品種にしてご用意しております。中には北海道産のマダラ、そしてタラの白子と、マイタケ、アサリを入れてご用意いたしました。小さなスプーンで使っておりました。中華で使われるシマタンスパゲタフリットをご用意しております。ごぼうの上、このお肉の方、こちらは北海道の黒毛和牛ですね。そちらは揚げた状態でご用意しました。卵黄の方は低温調理を行いまして、お箸でもつかめるように入れしてご用意しております。ソースは赤ワインソース、お皿の周りには原木椎茸の方を乾燥させたパウダーにしてご用意しました。イメージとして、すき焼きをイメージしてこちらのお料理をご用意しております。お肉と一緒に具材の方を合わせていただきまして、ソースをたっぷりつけてお召し上がりください。中華で使われるシャンタンスープ、こちらにアサリの出汁を合わせたスープを入れてご用意しております。お熱くなっておりますので、お気をつけてお召し上がりください。上上上来て、上に来て、寄って、大好き、白子、白子立てI'm going to go to the next one.
梨のコンポートと金木犀の香りのジュレを乗せてご用意いたしました。中心には金木犀のお酒、陛下陳酒、こちらを使いましたアイスクリーム、アイスには別の食感としてパートブリックという生地をパリパリに焼き上げてご用意しております。最後にソースの方をかけて完成となります。お待ちください。食べに2階のアップステアーズにやってきました。チャンネルでは主にグルメやお出かけスポットについて紹介しています。グッドボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。インスタグラムなどもやっておりますのでチェックしてみてください。